さあやっていきましょう。今回は10日ウルを使っていきたいと思います。森と共に生き、まあ、基本的なスペックはそこまで変わってないんですけど、このスキル、まあ、ライフバースト3500でね、そのまま据え置きで、ただコンボスキルがあのアマテラスのコンボスキルとかと同じような感じで、盤面の駒の総数100のダメージに変わりました。スキル前になったら110ですねっていった感じで、まあ、強化されました。ただ HP が少し減りましたね。そこが残念といった感じですかね。まあ、このコンボスキルレベルマックスにしても110にしかならないので、盤面の駒の総数100から110、まあ、10しか上がらないんでね、まあ、余裕のある人だけスキル前にすればいいかなって感じですかね。で、今回使うのはオーバーロード3枚入れていて、ライフバーストの火力を上げつつ、エンデガー・ルーシャの発動条件を緩くしていくバーローバースト構築です。まあ S5 枚編成ですね。この辺の S が使い勝手良さそうなんでピックアップしてきました。で、まあこのソーディアンとか、あとハーピストのコンボスキルもね、50パー以下で発動できるということで、本当にねバーローバースト構築で組んできました。初手出しできるコマも結構いるんで、事故率もまあ低めだとは思います。うん、中盤はちょっと事故りそうなんですけどね。中盤は事故りそうですけど、終盤ライフバーストを一気にね解放していく感じですかね。で、今対戦相手探してるんですけど、なかなか出ませんね。起きました。この時間帯やっぱあまりいないのかな。今昼前なんですよこの収録終わったらお昼ご飯食べようかな。ただこのデッキ試運転した感じだとね、リューパーにばっかり当たったので、あまり魔属性とか神デッキに当たっていないので、そこが気がかりな点ではあります。おっと、よかったよかった。これで竜だったらどうしよう。 HP24000 コンゴーパーかな。あー、ちょっと手駒事故ったか。これね、初手で宿友出すしかないな。うん、ルキアがすげえ怖いんだけど、ルキア怖いな。このイクシラーはね、できるだけ後半に使いたいんですけどね。まあ、初手で使ってもいいんだけど、最悪。さあ、どう来る？ルキアとか来るなよ。よし、ハウスト。いや、でも怖いな。魔属性使ってるってことは、ルキア入ってる可能性ありますね。あ、ソーディアン。まあ、ここはソーディアン置いていきましょう。ちょっとルキアがめちゃくちゃ怖いんだけど。ルキアめちゃくちゃ怖いんだけど、大丈夫？まあ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 。ここはソーディアン一択です。ここでね、デバフをかけるのはだいぶ圧力になりますからね。サディエルか。なるほどなるほど。なんかこのサディエル攻撃力低くない？スキルレベルマックスじゃないのかな。これはイクシラ行きましょう。ちょっとダメージカットされるけど、まあいいでしょう。これまあまあまあ十分十分。それかあれかな、乱流王のスキル、まあスキルレベルが上がってないのか。あ、乱流王スキルレベル1ですね。この人ルエドは乱領王のバフがかかった場合1800ぐらいになるんでね。オッケーオッケー、これはラッキーですね。で、ここでサディエル打った場合 1.2 だね。ちょっとサディエルもったいないかな。あ、むじら。あ、ちょっと待って、画面固まった。画面固まった。ちょっと待った。あれ？あ、オッケーオッケー。すいません、ちょっと画面固まってました。こういう時たまにあるんで本当に申し訳ございません。あのアムジラ打って相手が左に、ポリプスを置いてきました。で、ここでウル来ましたか。うんうん、まあ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 別に悪いタイミングではありません。ただ相手ルキはマジで怖いんだけど、大丈夫かな。ここはこっち取っていきます。で、これ相手にね、あえて角を取らせて自分が有利になるというね、置き方ですね。先行の今流行りの置き方です。リッチ、このリッチ、あ、そっか、あ、そっかそっか、あ、トーカリッチか。いや、なんか見慣れない見た目だなと思ったらトーカリッチか。あー、ウルしか使うやついねー。でも、ここでウルはね、動画的にすげえ使いたくない。アルシャ捨てます、すいません動画的にね、ちょっとここでウルはね、あんまり使いたくないんですよ。動画的な問題。そうか、これと、これがトーカリッチか。へえ、1個も置かれていないときに毎ターン450、なかなか強いね。いや、あんまりね、詳しいところまで見たことないからさ。で、コンボスキルが相手の 12% のダメージ。はあ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 、なるほどね。なんかヘイランみたいな感じですかね。
さあ調光中、ん、なるほど。しかしそれはカット。オッケー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 。でここでウルズ買っていこう。コンボスキルが発動可能になるんで、動線がつながるからね。ウル、さあ1875、うん、いい火力ですね。でここで相手がサディエルの1個右に置いてくれたら、まあ勝ち確ですね。まあ盾とか置かれたら別なんだけど、うんうんうん、まあまあまあいけるいけるいける、大丈夫大丈夫大丈夫、いける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 、問題ないです。これ5枚返しのカウンター 120% で考えても悠々耐えます。じゃあ行きましょう。エンデガクラッシャーラッリーソルティシャインマスターボで、これのカウンター4100、痛いが、シャインマスターボ含めてこの火力13292。対戦ありがとうございました。まあそうですね、この辺でまあ最近来た初期ゴマたちの投下についてちょっと触れていこうかな。個人的に今回の投下で強くなったのはベルフェゴールとユルルングルとファイ、まあとにかく竜がとにかく強くなりました。であれですね、特に強いのがファイアドレイクとランドタイラント。あれね、持ってないんですよね私ね、ちょっと辛いんですよねあれ。だから今度リュウコレあるんで、それガチャ引こうかなって思ってます。で取れたら動画も撮るつもりではあります。で対戦相手ヘイランか。まあヘイラン、そうだな、まあ大丈夫大丈夫、なんとかなる。ただ HP 26000ってことはこれ耐久ヘイラン濃厚なんですが、そこだけまずいな。お、アヌビスを捨ててきましたか。なるほどなるほど。でいい感じのキャラ、うん、まあいいでしょうまあいいでしょうまあいいでしょう。であと他にも10日で強くなったのは、そうだな、あんまりでも覚えてないんですけど、まあとにかくでもファイアドレイクめっちゃ強いんですよね。で私グエリアス持ってないんで、ファイアドレイク代わりに使えるということでね、あの代わりに使えるような性能なんですよファイアドレイクが。おっとヒーラースキルマじゃない、これはありがたいです。でハーピストエンジェルが OKOKOK、 これは OK。ただ相手がここで左上取ってくれたらいいんですが、さっきと同じようにね、さっきの相手は左上取ってくれたんですがね。ただヘイランなんで、うーん、取ってこないか。さすがにこの戦法知っている人多いか。うん、ブリオンヒルでまあいいでしょう。ただちょっとな、ルキア怖いんだけど、さっきも言ったけどルキア怖いんだけど、そうなんですよ、あのルキアに対して出せる駒、乱量調整ってわけでもないけど、乱量より攻撃力下のキャラがね、あんまりねこのデッキないんですよね。 S5 枚編成だし、あでもリーグナとかは出せるんだけど。なるほど、また出ましたね10日リッチ。ちょっとリッチ欲しいな、俺もリッチ欲しいな、いいな。これどうしようかな、真ん中抜いていく。その場合でもリッチのコンボスキルちょっと怖いんだよな。いやこっち行こう。ちょっとね喉が痛いんです。なぜだ。なぜ喉が痛い。でここで回復マス取ってきそうだな。なかなかいやらしいが、それがヘイランの戦法ですからね。回復しつつね毒ダメージを増やしていく、うまいです。ただここでな、縦引きたい、縦縦縦縦縦縦、あーまずい、激ヤバ、これ激ヤバ。どうしよう、4枚返しか。いや行こう。あーやばい、なんでこんな喉痛いんだろう、ごめんなさい。これ4枚返しされるんですよ。ただこの4枚返しを耐えた後に盤面的にめちゃくちゃ有利になれるんですよね。まあ相手が4枚返ししてくるかどうかまだわからないんですけど、HP が半分以下じゃないのでビクトリアとかは問題なさそうですね。何来る、何置いてくるの、怖いんですけど。これリッチのコンボスキルも結構暗いからな、これちょっと賭けなんですよね。ちょっとね調光してる、どうするの、どうすんの、これは飛び出した感じか、飛び出した感じか。
あー、ちょっと待てよ。落ち着け。こっち HP だいぶ減ってきてる。これはでも壁を取るしかないな。エンデが言っとく？いや、どうしようかな。ソーディアン、ドアンテだけど、ルキアほんと怖いんだけど。まあいいや、ソーディア行こう。ルキア来たら来たで。さあ、これ4枚返しの方がまた揃ってしまったぞ。よし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 、なんとか HP 半分以下にはいけなかった。ここなんだよな、ここ耐えてくれ、マジで。ここ耐えて、本当に耐えて。ソーディアンのデバフもちょっと効いてるし、耐えて、マジで耐えて。4枚返しめっちゃ怖い。ルキアやっぱ来たー、くっそまずい、これはまずい。激ヤバ。いや、やばい。なんか来い。あ、助かったけど、助かってないよ。まあでも相手置くとこが本当になくなるんで、ここから持久戦ですよ。ただこれな、あ、ちょっと待って、これヘイランやばいじゃんこれヘイランやばいじゃん。うわー、絶望のサディエル。うわ、これヘイランで多分、うわ、負けそうだな。これヘイランでやられそう。これとりあえず、いや、ちょっと待てよ、これ回復の手段、こっち置きます。で、相手置くところが、一箇所しかないはず。ん？そうだよね。これ、回復マス取らないと、さすがに負けますね。一箇所しかないな。そこしかないよね。ここで、ちょっと落ち着きます。1050と450だから、1500か。これで左が詰めていって、まずはエンデガから入るか。いや、コンボスキル強力だぞ。こっちから入ろう。コンボスキル強力だから。で、出た。ここで打つこう。で、相手は取れない。え、あれ取れる。うわ、ミスった。取れるじゃん。くそ。ちょっと待って。いやー、しまった。こう耐えて、マジで。あれ、お願い。あー、誤算だった。そうか、そこ取れるじゃん。うわー、相手これね、パスだと思った。耐えて。うわー、危ねえ。いやー、これ、アゲハだったらやばい。いや、まだ落ち着け。いや、これやばい。回復マス取るか。いや、それしかないな。相手サディいるもんな。ここで回復マス取ります。よっしゃ、いい回復力。ただなるほど、これアゲハで会ってくれ。アゲハで会ってこないか。まずいしかしこのシャインマスターもいい火力。まずいいやー、コンボルート繋がってんだよ、ここ。サディエルが。うわー、やばい、誤算だった。しまったな、これ負けたな。ライフバーストと毒で死ぬんじゃないの？ライフバーストと毒で。あれ？サディエル取ってこなかった。それは誤算。いや、落ち着け。ちょっとここで落ち着こう。あ、いや、いけんじゃね？サディエル効果切る。あ、いける。5枚返しできる。え、これどっちだ？エンデガとエクシラどっちが出る、これ。え、エンデガかな？いや、俺、イクシラで行こうかな。イクシラで行くわ。5枚返しで5000のダメージ。で、ライフバーストもある。いける。千年氷結フロール。5枚返しだら。よっしゃ、危ねえ。危なかった。ああ、勝てました。大変ありがとうございました。よかった。ああ、よかった。いい勝負だった。ナイスバトル。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。まあ終わりの挨拶でこんなこと言うのもなんなんですけど、本当に咳が多くてごめんなさい。2戦目特にね、めっちゃ咳込んじゃったごめんなさい。あの、あとで編集でできるだけ緩和するつもりではあるんですけど、こんなに咳出ると思わなかった。まあその分ね、熱い試合だったということでね、なんとか温かい目でね見守ってください。で、今回、投下ウル使いました。いかがだったでしょうか。まあ、ウル持っている人はね、ぜひぜひ投下してください。かなり使い勝手良くなっていると思いますのでね。っていった感じですね。はい。今回もご視聴ありがとうございました。次回はね、ベルベゴールか、ユルルームルか、どっちかわかんないけど、投下させて、動画出すつもりなんでね。ぜひご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。